リチャード・コックスは、スチュアート・アサ・イングランドの貿易商人、スタフォード・シャー州、ストール・ブロックの人、江戸時代初期に日本の平戸にあったイギリス商館長を務めた。在任中に記した、詳細な公務日記、イギリス商館長日記は、イギリスの東アジア貿易の実態や日本国内の様々な史実を伝える一級の資料である。1613年。 コックスは東インド会社によって日本に派遣される。江戸幕府の大御所、徳川家康の外交顧問であったイングランド人のウィリアム・アダムスの仲介によって家康に越見して貿易の許可を得て平戸に召喚を立てて初代の召喚長に就任した。1615年に平戸において三浦安人が琉球から持ち帰ったサツマイモを 九州以北で最初に栽培したと言われている。1615年6月5日の日記に、豊臣秀頼様の意外はついに発見せられず、したがって、彼は密かに脱走せしなりと信じる者少なからず。皇帝は、日本全国に命を発して、大阪消防の際に城を脱出せしやからを、捜作せしめたり、よって、平戸の家は、すべて内定せられ、各個に宿泊する。 多教人調査の実際の報告は、法官に訂せられたり、と書いている。1616 16年には、聖意大将軍、秀忠に、主因上更新を求めるため江戸に散布した。1617年には、英国王ジェームズ一世の家康宛ての新書献上するため不見で、秀忠に越見したが、返書は得られなかった。 この頃からオランダによるイギリス戦隊への攻撃が激しくなり、その秘宝を訴えるため、1618年から1619年には2度目の江戸散布を行った。1619年にも伏見滞在中の秀忠を訪問した。1620年の平山常沈事件では、その罪にと密航宣教師数にが及びフローレスの国際法上の扱いをめぐり、幕府に貢献した。 しかし、1623年の暗本ンン虐殺事件を、機にイギリス召官の閉鎖が決まったため日本を出国、翌年帰国の戦中で病死した。ありがとうございます。